主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。宮崎です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき96回目です。四捨五入するともう100回だね。前回からね。そうですね、あら100ですね。はあ、さあ、あのちょっとずいぶん時間経っちゃったんですけど、あの漫才師のあの今伊藤さん、ああどっちだったっけ、伊藤さん、あ、クルヨちゃん、伊藤ちゃん、クルヨちゃんってあのでっかいのだよね。そうですね、ってね、はい、うん、あれちょっとショックでしたね。なんで、ね、まあ、ちょっと若くない、なくなる、ま、いやいや、まあ、67、8だってことでしたが、あ、結構好きな漫才師だったんで。あ、そうですか。最近もう全然見なかったですけどね。あ、本当ですか。しばらく、うん、あの僕のね住んでるエリアのローカル AM ラジオ放送も番組持ってて、当時、はい、もう最近は持ってなかったんだけど、はい、このやっぱちょっと馴染みあるし、あの金ちゃんヌードルの CM に昔よく出てた方、イククルが、うん、金ちゃんラーメン、金ちゃんヌードル、金ちゃんヌードル、うん、徳島製粉の。へえー、そうなったっけ。すごいちっちゃい頃だよ。知らん。あれ農家が違うのかな。もうなんかね、最近知ってる人みんな死んでいくのよ、芸能人が。ねえ、なんか寂しい限りですね。うーん、ね、イクロさん亡くなってクルヨちゃんずいぶん憔悴して、ご飯も喉通らないって。げっそり。げっそり、羨ましいね。いや、どうなんだろうね。ケリーさんもさっき言っちゃったら、みなずきさんは喉も通らず、もっと痩せちゃうのかしら。いやー、もうガバガバ食べちゃいますね。そうですか。さあ、今日はね、久々にね、中世の時代の。中世、はい、うん。やってないんです。あ、そうなの、はい。でね、源頼朝さん。頼朝。うん、の、あの、似顔絵肖像画、あ、二世、うん、ね、はい、あれ私が若かった時はあの有名な絵が見て、はい、源の頼朝だよと、なんて、え、なんて言った、源の頼朝だよ、このおじさんが源の頼朝だよと、そうですね、教えられて洗脳されて育ってきましたが、うん、洗脳というか、いや、まあそうです、だって小学校の歴史の教科書から、小学校で習った時から、うん、小学校も中学校も高校も、うん、ずっと源の頼朝といえば、洗脳じゃないでしょ、洗脳されるの、じゃあそう、正しく、それが正しかったのが今違う、うん、だっていつからか分からないですけども、気がつけば今源、違うとも言えないかもしれない、違うんじゃない、違う可能性が高くなってきた。え、今こう学校の授業でこの顔、この絵は出てこないんでしょ。いや、出ますけど、ね、出るの、まあ、これ二世というジャンルとしてはそう、一級の作品なんで、まあ、美術史上は絶対外せないし、まあ、でも伝頼朝像とかになってます、ね、これと同じ顔の人もう一人いるでしょ、二世で。あ、これ三幅のセットなんですね。三枚ありますからね、うん、このだからちょっと今中高生とかやってるあのヤングなリスナーさんは、うん、僕たちが何を言ってるのかもしかして分かんないかもしれない。いや、まだいけるでしょ、今まだいけない。いや、まあ、今まさにそういう議論、いや、むしろその話は今の若い人の方がよくご存知なんじゃないですか。あ、そうなんですか。むしろこう同じ世代ぐらいの人の方が、今そんな風になってんだみたいな感じ。あ、そうだよね、うん、で、あの有名なあの黒い服を着た源頼朝の絵、うん、これはですね、国宝神護寺、うん、神護寺三像、三つの、うん、あの銅像の像ね、はい、像の一つで、さっきも言ってもらったように三つあって、うん、一つは今の言い方で言うと伝源頼朝像、うん、でもう一つは伝平の重盛像、うん、もう一丁が伝藤原の三吉像ですって、うん、平の重盛は
平清盛の長男。うん、息子だね。だよね。長男やったっけ。これさ、に一緒の顔してない？いや顔はちゃうで結構。本当？うん、はあ、藤原の光義って誰？いやー、藤原のなんかの人なんでしょうね。藤原家、この人は奥家さんなの？まあ、藤原家の人でしょうからね。藤原の光義なんだっけ？藤原の忠成の子だって。忠成は誰なんですか？ちょっと待ってね、待ってね。これがあの源頼朝像、うん、で、これ二つ目が平の重盛、うん、で、三つ目のちょっとぽっちゃりした顔が藤原の光義、うん、これさ、やっぱさ、重盛とさ、重盛と、あれ、こんがらがってきた、源頼朝と平の重盛、同じ顔してるように見えるんだけど、そダメなのかな。顔はだいぶ違うでしょ。本当一緒に見えるけど、ね、右左だし。ちなみに藤原の光義さんというのは、藤原北家、読めない、藤原の成忠の子、はあ、誰、あ、違う、忠成の子、まあ、摂関家の人なんだね。そうですね、上級3年の政変でなんかクビになったって書いてあるよ。うん、でもあれですね、その源平時代の頃の、まあ、鎌倉の前期の人なんですね。そうですね、うん、クロード頭とかになってる。クロードの塔ね。クロードの塔、うん、で1983年、小三味に登るが山に倒れて出家して死んじゃったんだって。うん、で人たちがいる中の有名な頼朝像が今ちょっと違うんじゃないかと、うん、美術史学者の米倉道夫さんが新説を説きました、うん、ということで、着用の冠、はいはい、帽子ですね、うん、帽子、うん、このなんていうの、このヒュッて上出てて後ろにピローンってなってる、うん、この帽子がですね、うん、鎌倉初期のデザインじゃない、うん、っていうのが一つ、うん、あと着てる服ですね、うん、これが一枚絹っていうの、うん、っていう、この着てる服の、ああ、これ違うよ、このその紙ね、紙っていうか、この後ろの紙か絹の布に書いたね、資本着色っていうような絹の布に書いたんだけど、服のことじゃなくて、違う違う違う、その、うん、絵の書いてある紙が絹で書かれてる、ね、絹の布に書いてあるんですけど、 そのあれが違うって、ね、これは鎌倉では、鎌倉時代では見られない、うん、あのものに書いてある、まあ様式というか、うん、はい、で顔の表現様式は室町前期の無双祖籍って、これ人だよね、ボンさんですね、無双祖籍像に似ているから、うん、この絵は南北朝時代のものじゃないのかなと言って、うん、主張しています、うん、さらに足利忠義、うん、これは足利尊氏の弟さんですね、ですね、うん、が、忠義が神護寺、神護寺、うん、神護寺、神護寺に収めた願文、願文、願文、願う文章と書いて願文、うん、兄と自分の映像を安置する、うん、との内容があることを挙げ、この3つの3人ね、うん、の像は強い共通性、顔が似てたりとかする共通性は同じ一族だからだ、うん、ということで、平の重盛像は足利尊氏、うん、藤原の光義は足利義昭、うん、じゃないかなと、そうですね、言われるようになりました、うん、
で源頼朝のこの絵は誰なの？忠義。あ、これ忠義。足利忠義像だと、まあ、言われてますね最近は。やだ。やだね。やっぱ源のみな、でもさ、室町時代の人が源の頼朝として帰ったかもしれない。まあ分かんないね。だそこはまだ分かんないですよ。もちろん。なんで、なんでさ、こういうところのさ、絵のさ端っこにさ、誰々さんの絵とかってさ、誰々さんの絵描いたりとかさ、なんで走り書きとかしないんだろうね。うん、ね、それがありゃ分かるんですけどね。じゃあ今こういうのもちゃんと日本史の授業で教えられるの？そらそうなんじゃない。こうやって、うん、一応源伝源の頼朝だけど、もしかして君らがセンターニュース受ける頃にはちょっともう違ってるかもしれないねとか。まあだこれも多分その明確な答えって出ないでしょ。うん、そうだね。高校レベルやったらそんな美術史のどうのこうなんて言ってもしゃあないしな。これが頼朝って思った方が覚えやすいんじゃないの。だって印象あるやん、男前でさ、うん、そうですね、みんなそう思うよ、ね、いかにも征夷大将軍って確かに、ね、感じたんだね。その通りだね。なんかちょっとね、今後また動きあるかもしれないですね。ねえ、でもな、もうあんまり出ないとは、そのはっきりとした答えっていうのはなかなか無理なんじゃない。うん、さあもう一丁別の人物、足利尊氏、うん、この足利尊氏、馬に黒い馬に乗ってるひげもじゃのおっさん、うん、はいはいはい、これも足利尊氏ではないんじゃないか説が有力視されていると、うん、そうですね、こっちの方がむしろこれもインパクトあるんですけどね。まあね、尊氏といえばこの黒馬の太刀を背負ったね、うん、これもすごいインパクトになって印象にありますが、まあ、剣武の神聖に歯向かった尊氏、難聴を苦しめた尊氏は逆賊の、傲岸不遜なイメージにぴったりなこの絵、うん、とされています。でこの絵もやっぱね、尊氏とされた理由っていうのが、この絵を持ってた京都の森屋さん、うん、森屋家ってこれ何、公家さんの、いや違うんじゃない、うん、まあ、森屋さんちの、うん、に残された伝承だけで足利尊氏になってたんだって、うん、で、でこの騎馬武者像の絵の上に足利義明のサインが据えられている、うん、尊氏の息子の義明のサイン、うん、お父ちゃんの頭の上に子供のサインを入れるのはちょっと不自然じゃないかという考えがあります。またこの馬の方を見てみると、馬具に描かれた和違いの門、うん、和違いの門ってこれあの家紋のこと、そうそう、家紋のデザインのこと、和と和が和違いのこういう、あ、オリンピックの和みたいになってる、あ、そうそうそう、2つがね、2つがね、うん、の門は足利家の、家臣だった高さん、高いって書くやつね、高野さんの家紋だから、うん、この絵は高一族の誰かさんじゃないかと今は思われています、うん、で尊氏は育ちがよく上品な人だったという記述が多いんだって。尊氏の像には浄土寺の伝足利尊氏像や、うん、東寺院、これ全部寺ですね、そうですね、東寺院という寺の足利尊氏木像などが他にあるが、うん、これらの像は品格ある要望をしており、さらに神護寺の伝平重盛像とも似ている、その木像、あの木でできた木像だよね、
と平の重盛像、うん、とさっきのやつと、うん、もう雰囲気が似ている、うん、高いくらいの人物像が、類似するのは当時は写実性を重視して いなかったからともされるが、それが似ているとなるとやっぱこの騎馬像は高氏ではなく、うん、ないんじゃないかというのが今ちょっと有力になってんの、うん、これも本当ピタッて見なくなったね高氏さん。そうですね、騎馬武者像っていうかわいそうな名前で今本に載ってますね。あ、えらいランクが扱いが誰やねんっていうで河野諸直、まあ、諸直の説もありますね、河野諸直だっていう話も。なんか河野さんってあの最初の頃に滅ぼされた家だよね、うん、足利幕府の時にあれ滅ぼされたんじゃなかった。ああそうですね、うん、これも違う、高氏も頼朝も、うん、こっちはかなり高氏じゃないっていうのははっきりしてますね。頼朝の方はまだ伝とか、まだちょっと、あそもそもなんかね、持ち主がこの神護寺ですけど、神護寺とかはまだノーとは言ってないんで。神護寺どっちの、どっちこっちの、頼朝像の方が、神護寺が今神護寺の伝、うん、源頼朝像ですけど、神護寺は一応公式見解としては高氏じゃないよ、頼朝のままなんで、まあね、持ち主が言えばいいってもんでもないけど、うん、いやこのねお二方本当に小学生の時から知ってるから、まあ今ね最近多いよね、聖徳太子とか武田信玄とか結構有名な人が違うっていう話は。そうだね、他にもあって、うん、まあ、聖徳太子のも全然あの一万円札のおじさん、そうそうそう、違うとか、うん、なんか嫌だね、こうやって僕たちのこう知ってる歴史がこんなに覆されると。まあね、ビジュアルって結構大事だしね、うん、そのイメージでやっぱり思うしね。だってみんなこういうイメージ、ドラマとか映画とか漫画でするとき、ね、このイメージでするじゃん、この人を動かすよね頭の中で、うん、でもね確かにね、足利尊氏のね、うん、この騎馬武者像は、うん、なんか将軍様っぽくないなってのは幼心にちょっとあったの。うまかいね。だって頼朝の方はなんかさ、これ頼朝かどうかも分かんないけど、うん、品あるじゃん、お公家さんっぽい格好して、うん、でもさ、なんか戦国時代でもないのにさ、あなんかね、ちょこっと違和感あったのは覚えてる、うん、でもインパクトあるじゃん。ね、でこうなんか歴史の本みたいなので、こういろんな歴史上の人物のこういう肖像画とかをさ、うん、こうなんかパッチワークみたいにこういっぱいいろんなの並べてる中で、絶対この頼朝と高氏の顔って出てくるじゃん。そうだね。で、あの家康なんか大して出てこないじゃん。そう？家康だって出るじゃんよか、ね、なんか家康だったらなんかまだ。あの顔嫌いだからだっての、なんか、ほら、信長ってあの顔でしょ、秀吉ってあの猿みたいな顔でしょ、そうそうそう、で、あるじゃんか。でも、絶対これってもう、なんか、僕の頭の中で、こう、消去できないよ。再インストールするの難しい。いや、いいんじゃないの、だから、それはいいじゃん。なんで違うって言われた、かわいそうじゃん。何十年この絵に高氏さんとしてお世話になってきたか。まあ、まだ違うって決まったわけじゃないか、違うかもしれないって話だ。まだ結構、特に頼朝像なんかは結構議論もあるんで。ああ、そうですか、うん。歴史の先生って大変なんだね。まあね、結構ビジュアルって大事やしな。なんでそんなことをこの人たちは言い出すんだろうね、ほっとけんよね。歴学ってそういうもんね。ねえ、絶対このキャラ好きな人多いと思うんでね、反対運動すればいいってことじゃないしね。そうやな、そうですね。まあでもさ、西郷隆盛の顔も違うっていうもんね。ああ、まああれはまたね、ちょっと写真がないっていう。まあまあまあ
これ今見れますよ、京都の国立博物館で。やあるの、頼朝の像。でもこの三幅がなんかローテーションで。そうなんですね、うん、そうなんだ、今度行こう。いやすごくいいですよ。え、高氏のこのなんだっけ、騎馬武者像はどこにあるの今。高氏の像どこなんでしょうね。個人像だからあんまり公開してないんじゃないの。ああ、うん、森谷さん家にあるのかな。かな。森谷さんどこにいるんだろう。どっかにいるんでしょう。じゃこれ森谷家で伝わってる伝承だから、うん、森谷さんのご先祖様が嘘を言ってるかもしれないだよね。かもしれないし、まあそれが正しいのかもしれないし、森谷家ではそう思ってずっとそう使ってきたんならば、それはその一つの真実じゃん。うん、そうだね。でももともと誰かさんから高氏の絵だよってもらって森谷家にあるのかな。そうそう、なんかの理由でその家にあって、まあなんかの理由でずっと使ってきたんでしょ。これ頼朝の絵は、で、じゃあ伝頼朝の絵は国宝なの。国宝ですね。高氏の絵はそれは違うでしょ。違うのか、うん、高氏頑張れ、真田広之が応援してるよ。高氏だから、これがこっちの横が高氏なんでしょ。ああね、だからそのこっからってくるね、あの頼朝の絵だと言われてるのが、頼朝の3種類のうちの重盛が高氏なんだっけ、うんうん、こんがらかってくるね。同時に扱うべきそうですね、ネタではなかったんですね、うん、あ、本当だ、今違う、ややこしい話ですね、違う絵が出てくる。足利尊氏って伝足利尊氏像って、これ平重盛像ウィキペディアに出てくるよ。あ、それまた違うやつです。え、これ重盛じゃないの。それ浄土寺のやつだから違うやつです。あ、ね、もう、はあ、大変、時代歴史についていくって大変ですね。いろいろね変わってきますから ね、技術が進めば今まで分かんなかったことが分かってくるから、まあ、ちょっとショック、楽しみじゃん。はいね、ちょっと従順にならないといけない、順応性を高めないといけないですね。さあお便りいきましょうか、うん、はい、高取さんからいただきました。高取、はい、高取さん、香港在住22年でカメラマンです。いつも楽しみにしています。特に大東亜戦争、またその前の戦争に向かう混沌とした昭和に大変興味があります。これからも楽しい放送よろしくお願いします、うん、香港からいただきます。香港22年も住んでたらもう中国ペラペラですね。そりゃそうでしょうね。英語でいいのかな、香港って。英語も使えるでしょうけどね。でもやっぱり広東語で。何の写真撮ってるんだろうね。なあ、カメラマンって言ってもいろいろありますよね、確かに。なんでしょうね。だから日本に行って香港に仕事に行って22年なのかな。まあ、向こうでずっとね仕事されてるんでしょうね。ねえ、なんか香港行ったらジャッキーチェーンとか会ってみたいね。よく日本に来るじゃん。うん、年取っちゃうけどね。おじいさんです ね。またこれからもお願いします。はい。はい、続いてはですね、ちょっと本名みたいなので、UK さんにしときます。UK。はい。いつも楽しく聞いております。ケリーさんの進行と水月さんの解説のバランスが絶妙ですね。これからも楽しい雰囲気で収録していただければ幸いです。ご自愛くださいと応援のメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。続いて、マークソーンさんから。マークソーン、はい。はい。フィリピンから聞いています。おお。マニラには高山ウコンの墓があります。が歴史の話だと太平洋戦争がメインになりますかねとありいただきました、うん、マニラ、高山ウコンの墓は、ま、あのマニラで死んだの。だってあれ国外通報だ、追放されたじゃん、うん、マニラだったの、うん、まああと日本と絡むのは太平洋戦争、まあね、そこが一番大きいでしょうね。朱印船貿易とか、でそれ高山湖のこの戦国から江戸初期の話だもんね、うん、鎖国しちゃうまでの頃だもんね。あとはこうフィリピン太平洋戦争か、うん、僕の実はフィリピンにいますからね、あったらよろしく言っておいてください。あ、そうなの、うん、セブ島にいるの。
ああ、セブンに、へえ。はい、続いてお松さんからいただきました。はじめまして、毎週楽しく拝聴しております。おもれき国勢調査の参加のためメールさせていただきました。と、武蔵の戦艦武蔵の回面白かったです。これいうことです、うん、はい、ね、お松さん愛知県民ですね。あの 国勢調査1位になった。愛知の方、愛知の方、ね、うーん、松、はい、ね、またこれからもお願いします、はい、続いてサックカジーさん分からん、はい、サックさん、国勢調査だということで、メールさせていただきます。住んでいる場所はカナダです。昔から歴史の授業は苦手でした。でも歴史番組や大河ドラマは比較的好きでよく見ていました。おもれきは歴史の授業が苦手な私たちにも分かりやすく楽しく拝聴しています。思い出の大河ドラマは篤姫です。うん、宮崎葵ちゃんの演じた篤姫はかっこよくて最後まで楽しく見ました。あと三谷さんが脚本した新選組が好きでした。お二人は見ましたか？日本は暑くなってくると思いますが、体調に気をつけて楽しいポッドキャストを続けてくださいといただきました。今度はカナダですよ。すごいね。グローバルだね。ね、カナダはどちらにいるんでしょうかね。ああ、大きな国ですから ね。さあ、篤姫は私はちゃんと見てましたね。見たよ。新選組も見たよ。見てましたね。うん。どっちが好きかって言ったら篤姫の方が好きだったかな。あ、そう、うん、堀北真希とか良かったね。ああ、和宮、和宮派、はいはいはい、ね、もうでも随分前になってきたね。ああね、なんか最近よく BS で再放送してるから、なんかたまに見ますけどね。ここ最近のヒット大河だもんね、篤姫。あ、そうなん。もう三この中で視聴率一番いいんじゃない、ここ最近。あ、そうなんですか、うん、へえ。だって平の清盛とか今の花もゆとかちょっと窒息死しそうじゃないですか、視聴率的に。あれすごいお金かけてるんでしょ、大河ドラマって。1月そらそうでしょう。で、この視聴率は三たるものは、やっぱちょっと NHK も笑ってられないんじゃない。まあね、そう言ってもなって話はしますけど ね。切りないんですけどね、面白くないと困りますね。うん、はい、ね、カナダも暑いんでしょうかね。ああ、そうか、まあ、一応北半球ですね。うんうん、ね、あの熊とかにはぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、さて続いてゆずぽんさん。ほう、はい、博多の塩は地元であるだそうです。博多島、博多島の人なの、出身なんですって。え、島の出身なの。ああ、書いてある、地元は博多島ですって。お、すごい。行ったことある博多島？あるよ。何しに行くの？博多の塩お買いに工場。あ、でもあれ博多島じゃなかったかな。あ、でも島並海道ずっと降りて行ったよ。行きましたよ。なんかラーメン屋さんとか行ったよ。塩ラーメンの有名なところに。あ、そうなんですか。本当、うん、四国好きね。ね、愛媛いいじゃないですか。うん、ね、ポンジュース出てくるでしょ。うん、はいはいはい、お便りいきますね。社会科は年号をはじめ暗記が多いのが苦手でしたし、高校では理系で地理を選択していましたので、いました。で、年を重ねるにつれ家計を調べるにつれ、歴史に興味が出てきました。サイレントリスナーですが、いつも楽しみにしていますと。国勢調査をきっかけにね、お便りいただきました。伊豆本さん、ありがとうございます。はい、あの他の番組にはお便りいっぱい出してるのに、おもれきにもたくさんお便りください。あ、そうなんですか。はい、なんで知ってんの？だって他の番組聞いてたらゆずぼんさんの名前出てくるもん。あ、そうなんや。はい、よろしくね。はい、続いてミスティさん。あ、ミスティ。あ、ミスティ店長からいただきました。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。81回の放送では花もゆを取り上げていましたが、私は2016年大河ドラマ真田丸も楽しみです。
ゲーム戦国バサラなどでは真田幸村と伊達政宗がライバルとして設定され人気の武将となっていますが、大阪夏の陣では真田幸村の子供を伊達政宗の家臣である片倉重長が、うん、なんていうのかくまったかくまったのは有名なエピソードで、うん、ご存知の方もいらっしゃると思います。有名なの、うん、うん、まあまあ有名かな、うん、はい、知ってます、はい、この時の三女お梅、お梅と次男の大八が保護されたのですが、これ真田幸村の子供、うん、お梅は片倉氏に嫁ぎ、大八は仙台真田家として家系を存続し今も家系が続いているようです、うん、途中江戸幕府から疑われたこともあったそうですが、仙台藩として幕府の目を欺き無事今に至ったそうで、二人の隠れた友情というのが伝わってくるエピソードかもしれませんね。ぜひおもれきでも来年の大河が放送された日には真田家を取り上げていただきたいです。あと伊達家に関してもまたいずれ大河ドラマとして作成されたらいいなと思いますということですね、うん、あ、こんなエピソードがあったのね、幸村さんと伊達政宗さん。あ、でまたねこんな仙台にも真田家があるんです ね、うん、この辺は最後の最終回とかのあたりでなんか使えそうなお涙頂戴もののエピソードで大河とも、でも描けそうじゃないですか。真田丸で、うん、ああ。これ実話なんでしょ。実話でしょう ね、 ね、あるんだな、うん、まだ配役は聞かないね。え、もう言ってんすか。でもそろそろ出てこないと、だってもうそろそろ撮影始まってくるでしょ。来年、来年の、だって、あ、来年、あ、来年がこれなの。そうよ。あ、そうなんや。それはもう出ますね。だからもう7月8月になってきてるからさ。あ、じゃあぼちぼち撮影始まるから、ぼちぼちぼち、まだなんだっけ、あの倍返しのお兄さんしか西、違うわ、決まってないよね。あ、倍返しの人は決まってんの。倍返し坂井雅人か。そう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 、倍返しさんだ。あ、そうか、あれが、あの人が主人公か、はい、はいはいはい、だけなんで、はあ、はあ、はあ、はい。でもなんか言ってたような気もするな。あ、本当です、うん、ちょっと情報不足で、はい、ちょっとね、前も喋ったけどちょっと今今年肌冬しんどくなってきたから、はあ、ちょっと触手が伸びてないのよ、うん、うん、ね、井上真央ちゃん悪くない、何度も言いますよ、井上真央ちゃん悪くないの。はい、じゃあ見てやるよ。いや、だからビデオ撮ってあるから、はあ、うん、見るんだけど先にマレーが見たい。あ、そうですか。はい、続いて牛獅子さんからです。はい、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。本筋では全く関係のない投稿です。うん、横山テル、あれ、ミツテル、ミツテルの女性の顔がうんぬんのくだりで、うん、魔法使いサリーのことを思い出しました。うん、サリーちゃんは横山画伯の代表作です。原作で漫画がオリジナルアニメ化です。漫画が原作で、漫画が先やって、原作で漫画がオリジナルアニメ化です。うん、でよく見るとサリーちゃんのお父さん、サリーちゃんのパパは鎧を着ていると三国志の武将になりそうな顔です。うん、歴史的に言えば魔女っ子アニメ界の草分け、頼朝みたいな人なんでしょうかね。うん、失礼いたしました。これからも聞き心地の良い放送を楽しみにしていますといただきました。サリーちゃんのパパってビュンってこう、両サイドとんがってるしね、取ってるわけもね。はいはいはい、サリーちゃんね、サリーちゃん見てたけど、はあ、アニメ再放送でしょ。あ、もちろん生まれてない。うん、うん、なんか新しいやつもあるよね。でもあるあるある、ね、90年代にリメイクした、ね、 あ、 ね、はあ、それも
見た見てた、はい、うん、けどやっぱりサリーちゃんだよ。なんかね何してたんだろうね、サリーちゃんってよく覚えてない。マハリクマハリタって言ってるのは覚えてるけど、うん、前から何してたのかな。ほらなんかさ、他の魔女っ子とかってさ、なんか修行のために魔法世界から地上に降りてきたりとかさ、そんなんじゃないので日常的にドタバタコメディだっけ。そうですね。ちょっとね、もうなんか改めて思い返すと歌しか思い出せない。はあ、はあはあ。で帰っちゃうんだよね最後ね。あ、そうなんですか。もうシャランナーって感じで。それめぐちゃんですよ。めぐちゃん。うん。なんか魔女っ子って覚えてるのある？僕あとララベルが覚えてる。ララベル。ララベル。うん。あ、ミンキーモモとかさ。ああ、ミンキーモモだったね。クリーミーマミとかもあれ魔女っ子なの？あ、一応そうなんかね。キューティーハニーはあれ魔女っ子？魔女じゃないんじゃない、あれは。あれお父さんのなんかで改造人間みたいなんじゃないの？そうそう、改造人間、空中元素固定装置だっけ、うん、あ、そうそう、ハニーブラッシュ、そうそうそう、あれは魔女じゃないね。魔女じゃないの、うん、セーラームーンは、まあ、あれ魔女だ、まあ、あれはでもどうなんかな、わかんないね、うん、でもなんか女の子とかの魔法のステッキいっぱい持ってたもんね今でもね、まあ、それこそ、あ、今はなんだっけ、プリキュアとかね、魔女なんとかとかあるよね。魔女なんとか。なんだっけ。ハリー・ポッター？ハリー・ポッターは違うでしょ。何、魔女っ子アニメってあと今どこかなんかやってんの？今知っとる、あのアイカツって知ってる？知らん。なんかアイドルになる女の子のアニメなの。へえ。でなんかこの間アトラクチャンネルつけて夕飯食いながら、うん、なんかそんなのやってる見てたの。うん、わっけわかんなくて。うん、これを見て女の子たちは楽しいのかしらってお兄さんはちょっと思ったけど、流行ってるんでしょ、知らん、アイカツ、アイカツ、アイドル活動、美味しそうですね。さあ続いてですね、ヨシさんから、ね、ちょっと待ってくれ、ね、なんか変態みたいな感じだったよ。いや、そういう一面もあってよろしいんじゃないでございますか。はいはい、ヨッシーさんからいただきました。ヨッシーさん、はい、はじめまして、いつも配信楽しみにしています。ケリーさんの優しい喋り方にほっこり、水月さんの豊富な知識力に感心です。これからも配信頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。はい、ほっこりと感心、うん、じゃがいものような感じかな。はい、続いてプスちゃんさんから。プスさん、プスちゃん、プスちゃん、プスちゃんさん、はい、そうか。去年の夏頃からおもれきさんを追いかけ遡って聞くようになり、毎回楽しみにしています。私は古い民芸品や美術品が好きなくらいで、歴史勉強については疎く、それでも朝の連ドラ、ここのところは休まずにはまり、ごちそうさん、花子とあん、マッサンと歴史を感じるのを楽しんでいたりしました。マレはぬるい表現が良かったです。私もそう思いつつ見始めたので続けてみております。髪型が変っていうのは面白かったです。僕はそうやって言ったんだね。うん、おもれきポッドキャストを聞くようになり、わかりやすい話し方にいろいろ興味が湧いてきて、聞いているだけで歴史に詳しくなった気になり、自分の好きな分野の歴史を覚えてもっと楽しもうと思えるようになりました。うん、近所に歴史好きなおじさんがおり、もともとおじいさんの昔話や神社巡りや骨董品の話に興味があり、よくお話ししていましたが、その方とももっと話が膨らむようになりました。ありがとうございます。前に造霊社について知っているかと、聞いてみました。懐かしいですね、造霊社。
なぜかその日はいつもより耳が遠くなってしまったのかが伝わりませんでした。また聞いてみたいと思います。うん、今回、どの県のリスナーがいるのか、まあ、国勢調査をしているということでメールしてみました。プスちゃんさんは岐阜県、岐阜の方、はい、うん、明治村、大正村、昭和村の話題が出てきて嬉しかったです。プスちゃん的には近いしサービスエリアになっている昭和村は何回も行ったことがあります。のんびりしていていいですよといただきました。はいはい、造霊車、岐阜県のさ造霊車乗ってないんじゃないかな。いや、そのおじいさんがまあどこの人なのかもしれない。そうだね、うん、そっかそっかね。まあこううちの番組きっかけで歴史に興味持ってもらうとてもありがたいですね。はいね、こと今ちょっとマレちゃんは現代劇なんで、いやあ、マレちゃんね。マレちゃんね。あ、そうですね。今2003年ぐらいが舞台になってるのよ。あ、そうなの、うん、あ、そうなの、そうそうそう。あ、そんな昔の話なの。最近じゃ2003年だよ。10年ちょっと。いやいや、そうやけど。あ、うん、それ今の話じゃないの、うん。だから最終回ぐらいには多分、立派なパティシエになって、能登でケーキ屋さん開くんじゃないの。能登の人はあんなエグいの、生で。違うでしょ、あれドラマ的な。いや、だって方言ってみんなそうじゃん。テレビ用の方言と現場の方言違うじゃん。あんなやついねえだろうと思う。へえー、ほらやっぱ方言からほら流行語狙うのが朝ドラの、まあ、最近ねやらしいね、通常攻撃ですからね。うん、まあそういうことじゃないでしょうかね。はいはい、今回最後のメールしましょうかね。うん、本名なのでだと思うので、OY さん。O かな、うん、OY さん、うん。あ、そうか、K、O だよね。O でしょうね。OY さん、うん。初めてメールさせ上げ、差し上げます。子育ての合間にいつも楽しく拝聴させていただいています。現在、中国、上海に住んでいます。はじめは番組の長さが、長いポッドキャストを探していて、おもれきにたどり着きました。一本の放送時間が長いってことね。うん、はい。毎回楽しい放送で、今では日本にいる友達などにも宣伝しています。ありがとうございます。はい、ちなみに中国では、プロバイダーによって、おもれきがダウンロードできないことがあります。はあ、中国政府に睨まれるような放送内容があったのでしょうかね。これからも配信楽しみにしていますってことです。どういうことだろう。そうなん。これって、はい。なんかあのブログで見てたら、例えばこう中国政府にが気に入らないようなテーマを喋ることもちろんあるでしょうよ。うん。そういうのは削除されるの？そんなこと言った？いや、わかんない。でも大そのエピソード中身まで聞かない。そんなことまで調べるの？中国は。へえ、大変だね、こんな枝葉みたいな番組の。でもそこ太平洋戦争のさ、ほら戦艦ヤマトとか戦艦武蔵とかさ、はあ、そういうのってさ、向こう的には良くないんじゃないの。そうなん、わかんないけど、それはなんかあれなんじゃないですか、技術的な問題なんじゃないの。だってネット、あ、プロバイネット環境、それわかんないな。うん、iTunes では iTunes では全部拾えるのかな、 YouTube で見れないのがあるのかな。はあ、ちょっといや大したもんですよ、中国政府に睨まれるぐらいなら。今もちょっと見張られてるかも、身の危険を感じるけど。憲兵がいるかもしれない。憲兵はいないよ、日本には。何、刑事兵。いや、日本にはいないでしょ。来てるかも分かんないじゃん、お帰り拉致されてリュックに入れられるんですよ。そりゃ13億人もいるんだもん。はあ、はい、ちょっと興味あるんで、また詳しいことが分かったら情報ください。上海だけかもしれないね、チベット地区じゃ聞けるかもしれない。いや、ご本人もこんなこと言ったら命が危ない。深いって思われるかもしれない、ね、そうですよ、垂れ込みやがった強制収容所、強制、送られるかもしれませんね。注意してください。あのちゃんとなんだっけ、国連じゃないや、大使館に逃げてください。
はい、終わっていきましょうかね。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたいじゃない、まあ、どっちが大変や。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説などを募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい。お便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールで お送りください、うん。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。